こんにちは、森です。今日は私のレッスン動画になります。会場は私がレッスンしています、東京ジャンボゴルフセンターになります。最後までぜひ見てください。で、今日なんですけど、今日はドライバーを飛ばしたい方に向けてのレッスンになります。まあ、飛距離飛ばしたい、伸ばしたいっていう方結構いらっしゃると思うので、ちょっとそういった方ぜひ見ていってください。ではやっていきます。意識するポイントとして2つあって、1つがまずアドレス時の姿勢ですね。まあ、こう構えた時のここの姿勢なんですけど、これが、まあ、要はこう猫背になっちゃったりしてないかどうかの確認をまずしてもらいたいんです。で、その理由としては、基本的に肩が上がったり肩がこう前に出たり、あと背中が丸まった状態になってしまうと、その骨の作り上体ってすごい回しにくくなっちゃうんですよ。ぜひちょっと座った状態で試してもらいたいんですけど、肩上げて前出して猫背のまま回すのと、肩下げて肩甲骨寄せて背筋伸ばした状態で回すだと、これだけで可動域が全然変わってくるんですね。で、可動域が大きくなれば大きくなるほど、スイング自体も大きくなるので、まあ、遠心力が大きくなる、まあ、イコール飛距離につながってくるという形で、意外と距離を伸ばすってことを考えると、こう早く振るとかに、ね、特化して意外とアドレスを見落としがちなんですが、こう構えた時に肩が上がったりとか前に出ないようにして、必ず肩下げて、できるだけちょっと背中が張った状態をアドレスで作ってあげるっていうことがまず大事になってくるかなと思います。で、これが曲がった状態だと小さくなる。どういうことって言うと、体が曲がらないんで手打ちになりやすい。体幹部分の動きが全然ないので、こう大きな筋肉が使えないから距離が伸びないんですけど、さっき言ったみたいに背筋伸ばしてあげると可動域が広がるので、自然と体体幹部分が動いて体重移動とかにもつながってくるかなって。だからできるだけ構えたら肩を落としてちょっと背中張ってあげて、この状態で打つっていうのをまず心がけてあげてください。これが1個で、もう1個が体重移動ですね。まあ、よく聞くと思うんですけど、じゃあ体重移動ってどうやってやるのってとこなんですが、体重移動で意識してもらいたいのが、割とみんな勘違いしがちな、こう右に乗っけて左に乗っけてって、まあ、これ結構大事は大事なんですけど、それだけになっちゃって、こう体がただ横に流れていっちゃう動作になりやすいんですよ。で、体重移動で心がけてほしいのが、こう足の裏でどの位置に体重かかってるのかなっていうのを確認してもらいたい。じゃあどういうことっていうと、クラブ構えて上げていきます。上げてった時に、もう右足全体に10割のこっちがあんまかかってないよではなくて、上げていった時は右のかかとと左のつま先、体格に体重を乗せてあげるっていうところですね、を意識してもらいたいです。で、上げていった時は右のかかと左のつま先なんで、振ってった後は反対に左のかかと、まあ、右のつま先ですね。で、そうすることによって右のかかと左のつま先、かかとつま先ってしてあげると、自然と腰の回転にもつながってくるんです。だからただ右左だと体重移動してるようで全然こっちが回ってないので、腰の回転にもつながらないから、まあ、スイングアークもさっき言ったようにちょっとちっちゃくなりやすくなっちゃうんです。なので、体重が右のかかと左のつま先から左のかかと右のつま先を意識して振ってってもらいたい。だ、それがこうかかとかかととか、こうつま先つま先とかになるのはもう論外なので、必ず右のかかと左のつま先、それを入れ替えるよ。だ、最初は足上げてもいいかもしれないですね。ちょっと不安定になりますけど、軽く上げてあげる。
上げてっていう練習をしてあげると正しい体重移動が使えるようになってくるかな。やってほしくないのがこう僕は右に乗っけて左に乗っけてっていうその軸がぶれちゃう体重移動は絶対やってほしくないので、まあ、軸を維持したまま正しい体重移動っていうのがその乗せるポイントですねを意識してやってあげると軸がぶれずに体重移動がうまくできる。とだいぶ距離出るようになると思うのでぜひ皆さん練習場で試してみてください。でさっき言った2点をちょっとまとめておさらいで伝えていきます。構えるとき姿勢をまず気にすることで、気にすることとしては肩がまず上がってないかっていうところと肩が前に出てないかな、まあ、飛ばそうと思うと腕に力入っちゃう方多いんでこう よく前に出やすいからそこ注意、肩を前に出さないようにすることと背中が曲がってないかなっていうのを確認してあげる。でその時にちょっと背中に張りが感じてれば OK。 こう緩んじゃうと基本的にここが力入らないのでしっかり張っといてあげる。これを構えた時に確認してあげる。で2つ目が体重移動ですね。右左ってただ左右に動いてるではなくて、上げてった時は足全体ではなくてこれを分割して考えた時に、まあ、ちゃんとつま先ではなくて右のかかとにかかってるかな。でその時左足はかかとじゃなくてつま先に、体格に体重かかってるかなっていうのを上げてった時に確認。反対に振っていった時は左のかかと、まあ、右足を上げてる方多いと思うんで自然とつま先に乗りやすいんですけど、ちゃんと右のつま先にかかってるかなっていうのを確認してあげる。右のかかと、左のつま先、左のかかと、右のつま先、その2つをちょっと意識して確認して意識して打つですね。打ってみます。でだん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 連続して打ってるとその意識が遠のきやすいので、まあ、10球ぐらい練習場だったら10球ぐらいやったら再度また素振りでさっきの2つを確認して打ってあげるっていうのをちょっとやってみてください、まあ、すぐにできることはないと思うので、まあ、まずは継続してちょっとそれをやってみる。でやってみてやり続けてあげると必ず成果は出てくると思うので、まずは1ヶ月間素振りでもいいからやり続けてみる。今日は、飛距離特化にしたレッスン動画でした。勉強になったとか試してみた結果とかをコメントにいただけたら嬉しいです。あと、私のレッスンなんですが、ここ東京ジャンボゴルフセンターで、受講することが可能です。あとラウンドレッスンなどもやっているので気になった方は私のインスタグラムの DM やメール等で、ご連絡いただけたら嬉しいです。インスタグラムのアカウントやメールアドレスはこの概要欄の方に貼り付けておきますので、そこからぜひお気軽に連絡していただけたらと思います。今日はありがとうございました。